まあ、そのうち小池知事に質問したのは、そして知事が答弁拒否をされたのは56問でした。知事の答弁拒否率 41% 異常ですよこれ、まあ、これは別に咎めることではない私は答弁拒否どころか答弁差別だと思います。知事に耳障りの悪いことを言う議員の質問は排除するのか、もう一回伺いたい。知事答えましょうよ、これ大事な問題ですよ。せっかくのご質問でございますのでお答えいたします。関口委員が除籍することに賛成の方はご起立願います。起立多数と認めます。よって関口委員はが除籍することに決定いたしました。退席してください、退席してください。続いて、まあ、知事の、まあ、答弁拒否についてであります。まあ、この間、東京都議会立憲民主党としてもですね、知事の答弁拒否については強く、まあ、追及をしてまいりました。まあ、国の国会のですよ、まあ、総理の答弁を聞いていると、まあ、岸田さん、随分と答弁に立っているというイメージを受けるわけです。もちろん我々立憲民主党、野党の質問に対しても。答弁の中身としても、まあ、的を得ているものも確かに多いと思うんです。まあ、立憲の私が言うのもあれですけれども。まあ、ただですよ、これ大事な話だと思うんです。例えばですけれども、まあ、今回、東京都議会第1回定例会、代表質問、一般質問、合計で28名が質問しました。まあ、そのうち、小池知事に質問したのは136問です。28人が136問知事に質問したと。そのうち、知事がお答えになったのが80問。そして知事が答弁拒否をされたのは56問でした。で、ここから計算すると、第1回定例会代表質問と一般質問の知事の答弁拒否率 41% になります。知事はご自身のこの答弁拒否率 41% どうお考えですか。知事の答弁拒否率 41% 異常ですよ、これ。で、これ一応私もですね、間違いがあってはいけないということで、一応この知事に質問しているのか、この質問は本当に知事に答弁を求めているのどうかのか、グレーなラインのところにはちゃんとお話を聞きに行って、知事に答弁を求めている質問かというのはちゃんと計算してこう出しているわけであります。で、私はですね、代表質問と一般質問の質問された28人の質問数や、知事への質問数、そして知事が答弁された数をですね、一覧として見ながら、一つの法則が見えたと思います。質問した28人のうち21人は知事の答弁率が 100% なんです。まあ、これは別に咎めることではない。いや、それは当たり前ですからね。21人はちゃんと知事がお答えになったと。100% のお答えだと。いや、そうなんです。一方でですよ、知事が答弁拒否したのは7人だと。で、その中には、知事、その中にはですよ、知事に質問したにもかかわらず、まあ、一問も知事が答弁立たなかった議員もいますね。で、この7人の議員が知事へ質問したのは74問です。で、このうち知事が答弁されたのはたった18問。ここから算出するとですよ、知事の答弁拒否率は 76% です。で、かたやですよ、21人には 100% 答弁する。で、一方で7人の議員には答弁拒否を 76% もしちゃうと。おかしいじゃないですか。それはご本人のあれは出しませんけれども、知事に対して、まあ、厳しい質問をしたり、耳障りの悪いことを言う議員には、76% の確率で答弁拒否してるわけですよ。この結果を見れば、私は答弁拒否どころか、答弁差別だと思いますよ。で、耳障りの悪いことを言う議員に対して、答弁差別してると私は思うんですよ。都議会議員は都民の信託を受けて、この場にいるわけですよ。で、知事はもちろん都民の代表だけれども、我々も都民の代表なんですよ。で、知事に伺いたいわけです。知事が答弁拒否をした
7人の議員の知事の答弁拒否率 76% だと。知事に耳障りの悪いことを言う議員の質問は排除するのか伺いたいと思います。古谷局長。ご静粛にお願いします。知事、もう一回聞かせてくださいよ。答弁差別じゃないですかこれ。耳障りの悪いことを言う議員の質問は排除してるんじゃないですか。もう一回伺いたい。知事答えましょうよ、これ大事な問題ですよ。いやこれ大事な問題ですよ知事。知事が答えてくださいよ。知事答えてくださいよ。古谷局長。ただいま申し上げたとおり、これまでもご質問の趣旨に応じて執行機関側として適切に答弁しており、指摘には当たりません。委員長。関口委員。まあ、私はですね、この知事のその姿勢こそが都政の無関心であり、知事に耳障りの悪いことを言う議員の質問の排除であるということは強く申し上げたいと思います。恥を知る恥を。議事録読んでください。ちゃんと読んだから言ってください。どっちも貸しなさいよ。そっちが嘘でしょ。証明してみろ。証明してみろ。議事録に書いてある。議事録に書いてある。議事録ちゃんと読みなさいよ。じゃあ見たよ。議事録に嘘だって書いてあって。ただいま石島秀樹委員ほか24名から関口健太郎委員の不穏当な発言の取り消しを求める動議が文書をもって提出されました。この際関口健太郎委員の除籍について採決を行います。本件は規律により採決いたします。関口委員が除籍することに賛成の方はご起立願います。起立多数と認めます。よって関口委員はが除籍することに決定いたしました。何が本当だよ。そうだ。表現の自由、言論の自由の侵害。退席してください。退席してください。知事に対して退席。退席してください。退席してください。はい。動議の案文はお手元に配布してあります。朗読は省略いたします。この際趣旨説明のため発言を求められておりますのでこれを許します。菅原副委員長。関口健太郎委員の不穏当な発言の取り消しを求める動議について趣旨説明を行います。令和6年3月13日の本委員会における立憲民主党の総括質疑において、関口健太郎委員は小池知事に対し、答弁拒否、あるいは答弁拒否率なる文言を13回も繰り返すとともに、答弁差別、質問の排除なる文言をそれぞれ3度も繰り返しました。過日行われました本会議代表質問、一般質問での知事の答弁拒否率 41%、 一部7人の議員に限れば 76% であると一方的に主張しております。しかし議会質疑において知事が直接答弁したいことのみをもって答弁拒否、答弁差別、質問の排除が都議会で行われているかと断じることは、都の執行機関全体が答弁を拒否しているかのような印象操作を行っていることに等しいものであります。